はようございます。今日はマニラのね、土曜のみやってるマーケットがあるんでやってきました。サルセドマーケットっていうんですけど、2時までやってるみたいなんで、買い物とかご飯とか食べていこうかなと思います。結構見た感じ観光客多いですね。地元の人も多少来てるとは思うんですけど、ここの場所は公園内だけじゃなくて道の方にも露店並んでる。なので公園プラス道みたいな感じです。なんかカリーって書いてる、結構スパイス効いてそうなチキンとか売ってますね。すげー煙出てるなと思ったら、そっか、なんかフランスフルトとかチキンとか、なんか焼き鳥みたいな音。海鮮とか売ってて、すごい市場の匂いするわ。フードコートみたいな感じですかね。なんか座るテーブルとかがあって、みんな買ったやつをここで食べてるみたいな感じですね。今公園内に来てるんですけど、こっちはね、なんか割と保存が効くやつとか、そんな感じですね。なんか瓶詰めされてるやつとか、さっき見せた G キャッシュっていうやつなんですけど、フィリピンで使えるペイペイみたいなもんですね。G キャッシュは携帯番号の認証がいるんで、こっちで SIM 買ってその番号で認証しないといけないみたいなんで、 Wi-Fi だけレンタルしてこっちに来てる人は使えないんで、まあ、こっちで SIM を買ってから G キャッシュのアプリをダウンロードして使うという感じですね。まあ、チャージして使う感じなのかな、確か。まあ、そんな感じで、あとは基本的に現金ですね。クレジットカードは使えないんで、はい、まあ、現金を持ってきてください。僕もね、さっき近くにジャズモールっていうショッピングモールあるんですけど、その中のスーパーの中の、両替所に行って日本円をペソに返ってきました。意外にね、両替するとこがなくてね。まあ、皆さんもこの市場来るときは現金をね、たくさん持ってきてください。ビーフケバブ、ウィズライス。ワンピース。Do you like it spicier with cheese? あ、チーズ。And do you need spoon and fork, sir? あ、yeah. Sir, what name?じゃん、ケバブ買いました。スパイスを入れる代わりにチーズをトッピングしてもらいました。いただきます。